隊長、あまり迷惑をかけないでください。ふんふん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 。その本は？猫語日常会話辞典。にゃーご。にゃん。うににゃーん。一日中そんなことをやってたんですか？懸命に生きる私は目をつむって、大きくて空っぽな世界を走り続けていた。それが何をなすわけでもなく、私は大空を飛べるわけでもない。ただ立ち止まった時、その小さな箱庭は呆れるほどに広かった。そうだ、私は何のためにここへ来たのだろう。ここは公式で、あれ？うまくいかないぞ。ああ、定期試験の季節か。学生は大変だな。先輩も一応学生ですよね。試験勉強とかしないんですか？試験ね、試験、試験。やる気なさそう。こんなところにいた。ルーシー先輩。ほら、レクター、勉強するわよ。待て、ルーシー、俺はだな。ルーシー先輩、そんなお姿も素敵です。いかんいかん、勉強せねば。さすがに天下の王立学園、内容が半端じゃないわね。あたしゃもうくったくたよ。クローゼ、どうだった試験の出来は？まあまあかな。またまた謙遜しちゃって。この今の笑みはなんだ？まったく余裕こいちゃって。もお前たち通行の邪魔だ。ここにたまるな。レオ先輩、すみません。ああ、本日から生徒会活動を再開する。ジルとハンスは2時から生徒会室でミーティングだ。遅れるなよ。はい。そうだな、クローゼ君は好きにしたまえ。クローゼにも来てほしいってことかしら。レクターさんを捕獲するのに
クローゼは必要不可欠な人材だからな。レオ先輩もクローゼのことを認めてるんじゃないか。ちょっと大げさな気もしますけど、でも私も行ってみようかな。なんだか楽しそうですし。いやそれほど楽しくはないと思うぞ。ま、クローゼが来てくれると大いに助かるわ。もちろん大歓迎よ。そんじゃ昼飯の後は3人で生徒会室に行くか。はい。珍しくレクター先輩がいる。珍しいとはなんだ。珍しいとは、俺はいつもここでだべってるだろうが。仕事をしてないことは否定しないんですね。ルーシー先輩、お久しぶりです。ハウス君元気そうね。試験の方はうまくいきそう？そんなの俺に聞かないでくださいよ。ダメだったわけね。お前たちさっさと席に着け。はい。全員揃ったようだな。それでは今日の議題だが、まずはみんなの将来の夢を聞こうと思ってな。そこの3名1人ずつ将来の夢を語れ。レオ君、続きを。まずは今年度の生徒会活動を一通り説明しておく。それから具体的な活動内容と年次予算の割り振りを詰めていく予定だが、まずはジル、お前からだ。お前が今感じている乙女のハートフルな思いを簡潔に表現してみせろ。打倒生徒会長です。見ての通り、これは戦力外だ。何も期待しないように。レクター先輩、いてもいなくても迷惑な人だ。それでは今年の活動内容だが、例年通りならば来月から。レクターさんを探すのも疲れるが、出席してるのも疲れるんだよな。唯一の救いはルーシー先輩に会えたことだぜ。試験期間中は会えなかったからな。おいおい、今朝も必勝祈願とか言って会ってなかった？私もお見かけしましたよ。おお、お前ら暇そうだな。先輩よりは忙しいです。これから各クラブの部長さんを回って予算案を作成しなきゃいけないんで。そうか、ならクローゼだな。え？これってルアン市長に提出しなきゃならんらしくてな。レオがうるさいのだ。クローゼ、行ってこい。それ本当はレクター先輩の仕事なのでは？いや、そんなわけ。クローゼ、お前頭に羽ついてんぞ。え？ジークのやつだな。そういや、あいつそろそろ羽が生え変わる時期とか言ってたしな。いつからついてたんだろう。もしかして試験中も？恥ずかしい。先輩、ジークのこと知ってるんですか？それに言ってたって。ああ、その封筒よろしく。本当に得体の知れない人ですね。クローゼ、
まんまと仕事押し付けられてるわよ。それに言いにくいんだがな、別に羽毛なんてついてなかったぞ。あ、またからかわれました。ほらクローゼ、すぐに追いかけて突き返さないと。そんな仕事クローゼがやることないわよ。いや、今から追いかけて捕まるかどうか。そうだな、このタイムラグなら早くて5時間ってところか。あのもう私が行ってきます。その方が早そうですし、ルーアンの市長さんに届ければいいんですよね。クローゼには私たちを手伝ってもらうつもりだったのに。ごめんなさいジルさん。うんや、いいっていいって。それよりクローゼ、道わかる？ルーアンの市長邸はね。あ、知ってます、以前お伺いしたことがあるので。あれ、そうなんだ。まあクローゼなら大丈夫だろう。でも魔獣には気をつけてくれよ。はい、じゃあここでお別れね。また後でねクローゼ。早めに帰ってこいよ。はい。おや、クローゼ君、どうかしたのかね。すみません学園長、少し用事ができてしまいまして。外出許可をいただけないでしょうか。なるほど、生徒会の用事でルーアンまで。もちろん構わないとも。ありがとうございます。うん、君もこちらの生活にだいぶ慣れてきたようだな。話は聞いているよ。よく学園の中を走り回っているとか。最近生徒会のお手伝いをさせていただいているんです。それでそのちょっと走り回る用事がありまして。そうか。では私これで失礼しますね。ああ、道中気をつけてな。はい。いい顔をなさるようになった。うん、これも彼のおかげかもしれんな。初めてですね。前に来た時は百日戦役の時だったかな。あ、そうだった、この時間帯は通れないんだ。市長邸に行くには少し待たないと。まあ別にいいですよね、急ぎの用事でもないみたいですし。ルーアン、こんなに華やかな街だったんですね。あのお店ってカジノバー。レクター先輩、もしかして。
レクター先輩、何してるんですか、こんなところで。学園の生徒は掛け事禁止ですよ。ああ、知ってるとも。何せ俺は生徒会長だからな。あ、来た来た。本当に生徒会長なのかしら。今度学園長に確認しておかないと。この鐘の音は足が降りたんですね。先輩、私は先に用事を済ませてきますから、ここでおとなしくしていてくださいね。もうちょいだな。何がですか、もう本当に。すみません、ジニス王立学園の生徒会の要件でお伺いしたのですが、ダルモア市長にお会いできますでしょうか。ああ、市長に面会でしょうか。申し訳ありません、ただいま市長は不在でして。お急ぎのご用件でなければ本日のところは。いや、要件なら僕が聞こう。僕は市長の代理を任されている秘書のギルバートだ。君は王立学園の生徒だね。あ、はい。あの、生徒会からの提出書類なのですが。ああ、本年度の生徒名簿だね。ジェニス王立学園は基本的に全寮制だからね。毎年生徒が出入りするだろ。住民登録を簡略化するために学園単位で提出しているのさ。ま、そうだったんですか。何を隠そう、この僕も王立学園の出身だからね。これでも生徒会の一員として励んだこともあるんだよ。うん、あの学園の生徒会はとてもいいところだった。誇り高く純粋で何よりも理念があった。あ、そうだったんですか。もう見る影もありませんが。あの時の経験は市長秘書となった今も確実に役立っている。君も生徒会の一員として頑張ってくれたまえ。あ、はい、ありがとうございます。本当は生徒会のお手伝いをしているだけなんですけど。では私これで失礼しますね。ああ、困ったことがあればいつでも訪ねてくるといい。僕なら力になれると思うよ。ありがとうございます。レクター先輩、おとなしくしてるでしょうか。先輩、やっぱり。あの、すみません、ここに座っていた学生のことなんですけど、どこに行ったかご存知ないでしょうか。ええ、レクター様でございますね。レクター様？先ほど女性の方がお迎えに参られまして。そうそう、一発殴られてらっしゃいました。ルーシー先輩だ。あの、学園の生徒、いえ、生徒会長がご迷惑をおかけしてしまって本当に申し訳ありませんでした。いえいえ、レクター様にはいつもお世話になっておりますから。ああ、そうです。
先ほど中断なされたゲームですが、コインの方はいつものようにプールしておきますので、レクター様にもそのようにお伝えください。疲れました、レクター先輩。カジノまで手を出しているなんて。もうどうやって更生させたらいいのか。どうしたの？あ、迷子かな。違うわい。ちょっと探し物してるだけだよ。探し物？私も一緒に探していいかな。別にいいけど、赤い石すげー綺麗なんだ。ここら辺で落としたんだけど。赤い石ね。おかしいな。ねえ、ひょっとしてこれかな。よかったね。おいらクラム、そのありがとう。じゃあな。大丈夫？平気。お家まで送るよ。ね。いらないってバカにすんじゃねえぞ。実は私、道に迷ってしまって、お家の人に道を聞きたいんだけど、案内してくれるかな。そんならしょうがねえな。こっち、ほら早く早く。そんなにせかさないで。あれ、でもこっちってマノリア村の子なのかな。姉ちゃん、どうしたの？マーシア孤児院、私の大切な場所。でもここに来てはいけない。弱い私はきっと何もかも頼り切ってしまう。本当は一番に駆けつけたかった。だけど私は自分の足で歩いていこうって、そう決めたから。姉ちゃん、どうしちゃったのさ。先生紹介するぜ。私も少しは強くなれたよね。クラスや学園生活にも慣れたし、親しい友人もできた。剣の稽古を再開したり、レクター先輩を追いかけているうちに随分体力もついちゃったし、今の私なら大丈夫かもしれない。今なら胸を張ってこの大切な場所に帰ってこられる。ね、姉ちゃん具合悪いの？大丈夫。クラム君、中を案内してくれるかな。任せとけって。
こら、グズグズしてって置いてくぞ。あら、クラム、どこへ行っていたのですか。もうみんなはとっくに。あら、あなたはもしかしてクローゼ。まあ大きくなって、テレサ先生、あらあら、泣き顔は変わってないのですね。だって、え？どうなってんの？すみません、取り乱してしまって、私、嬉しくてつい。クローゼ、お帰りなさい。はい。あらあら、本当に変わりませんね。クラムもお帰りなさい。でも勝手に抜け出してはダメよ。ちょっと探し物してただけだって。あの、テレサ先生、ジョセフおじさんはどちらに。あ、そう、クローゼはまだ知らなかったのですね。主人は、あの人は亡くなりました。もう4年になるかしら。ルーアンに買い出しに行った時に事故に巻き込まれてしまって。ごめんなさい。どうして謝るの。私何も知らなくて、つまらない意地ばかりあって、ここが大好きだったのに、来ちゃいけないなんて勝手に思い込んで、もっと早く来ていれば。何よ、もう。あ、クラム、どこ行ってたのよ、もう。私が世話をしている子供たちです。ほら、みんな挨拶をして。はーい、マリーです。お、こんにちは、お姉ちゃん。こら、ポーリー、ほえーじゃないだろ。クローゼ、マーシア孤児院はここにあるのですよ。はい。ちょうど時間もいいようですし、お茶にしましょうか。クローゼ、手伝ってくださる？はい。その日以来、暇を見つけては孤児院に顔を出すのが私の日課になった。やはり私は変わっていなかったのかもしれない。弱いままの私で温かい空間に憧れを抱いて、懐かしい先生と愛しい子供たちのぬくもりに包まれて、私はここで心ゆくまで
笑い声とともにあった。幼き日のぬくもり、両親を知らない私の唯一の思い出、そんな記憶とともに孤児院は変わらずにここにあったから、私は安心して私自身を騙し続けることができた。そう、私の心はそれほど綺麗なものではない。ついつい長居してしまうのよね。早く寮に戻らないと。クローゼ様がいなくて寂しかったのですよ。最近休日になるたびに嬉しそうに出かけちゃってさ、全然帰ってこないんだもん。こんな時間までいつもどこへ行ってるのかにゃ。ごめんなさい、また門限を破ってしまいましたね。なあ、そっちは大丈夫、先生にはうまくごまかしといたから。でもこう何度も続くといずれバレちゃうわよ。はい、そうですね。これからはもう少し早く帰るようにします。でないとテレサ先生にも怒られてしまいますよね。で、え、いつもどこへ行ってるの？もしかして男か？違いますよ。ちょっと知り合いの家に。ほう、知り合い、知り合いね。それは一体どういう知り合いなのかしら。マーシア孤児院というところです。以前お世話になったことがあって。え、孤児院？ああ、そういえばマノリア村へ行く途中にあるらしいわね。なんだ、孤児院か。ち、残念。でもクローゼらしいかな。え？うんうん、かわいそうな子供たちの世話をするなんて献身だね。よっ、この優等生。かわいそうじゃありません。え、あの子たちはかわいそうなんかじゃありません。それに私は献身しているわけでもない。失礼します。あっ、びっくりした。また悪い癖が出ちゃったかな。